小月院は、茨城県小賀市、牧野地にあった、臨済州の寺院。鎌倉縁学寺の末寺。三号を、観古山、陰号を、小月院という、明治初期に廃寺となり、現在は、小月院御所塚とその周辺が昭和公園として整備、されている、小学坊ゆかりの寺院であった。第三代小学坊、足利高本会輝の鎌倉縁学寺系列寺院。 演学実施などから、当初は高本法号の先行員と称し、後に足利義親の性質の法号、正月院に解消されたと考えられている。会期の年代は不明だが、足利高本没年の天文4年に近い時期である。足利義親は、最後の子学坊、足利義氏の娘。 しびめと小学坊と対立してきた小弓久坊末への足利が、よりうじとの間に生まれた。この婚姻は、豊臣秀吉の指示によるもので、よりうじが、下付家吉鶴川に所領を得て移り住んだ後も、ちひめと吉鹿は古川に残り、最後まで、河野巣御所で暮らしていた。吉鹿は、酒木原康政の娘を正室とし、二人の間に、尊心が生まれたが、翌年の元落五年に、 吉氏の性質はなくなったため、千姫の計らいによって本院に葬られたと考えられる。正月院に解消した時期もこの頃である。なお、当院出身の住職、三栄松駅は、遠学寺161世となっている。江戸時代後期に書かれた小賀氏によれば、本院は栄仙院、特元院と共に、古川の足利会期参加院と称されていた。江戸時代後期は、 他の参加員同様に、無重字の状態が続き、明治4年には、廃児となって、栃木市藤岡町昼沼、三能寺に合併された。AB、小賀市資料別館299ページ AB、市、小賀市通社編196ページ、玉村武次、井上善城、遠楽寺市春秋社、1964年、AB 山口義し小学坊。 三会院変遷の考察、小賀市研究第2号、1977年、小菓子、54から68ページ、山口義夫補足古学帽、三会院の前身について、小賀市研究第5号、1980年、小菓子、44から49ページ、佐藤弘信、187ページ、市内派生町一光寺正像の、三能寺中具取調べ町より、 小賀市の文化財70ページ駅西口前、花桃館にて、小賀市公式ホームページ観光、歴史小賀市の観光パンフレットアーカイブド2015年9月23日、アットザウェイバックマシンより、ありがとうございます。